第3次、吉田内閣は、衆議院議員、民主自由党総裁の吉田茂が第49代内閣総理大臣に任命され、1949年2月16日から1952年10月28日まで続いた日本の内閣である。第3次、吉田内閣は3度の内閣改造を実施している。第3次、 吉田内閣から1950年6月28日から1951年7月4日まで。第三次、吉田内閣から1951年7月4日から1951年12月26日まで。第三次、吉田内閣から1951年12月26日から1952年10月30日まで。 国務大臣1949年2月16日、任命。在職日数106日。内閣官房長官、副長官1949年2月16日、任命。政務次官国務大臣1949年6月1日、任命。在職日数393日。内閣官房長官、副長官1949年6月1日。 任命。政務次官1949年6月9日。任命。内閣発足当初。ありがとうございます。